はい、今回は視聴者さんからの投稿でございます。緊急小口資金コロナウイルス対策の20万円が支給されたよっていうお話ですよね。まずね、相談とか申請に必要なものなんですけども、身分証明書ですね。運転免許証とか健康保険証がよろしいんじゃないかなと思います。次に印鑑がいります。で、次がね、キャッシュカードですよね。で、あと新型コロナウイルスの影響で収入が減少したということが分かるものになっております。これは手書きで持っていったみたいですので、特に公的な証明とかではなかったようです。収入源の証明には撮影がキャンセルになったメールの文章をプリントアウトということだったんで、なんか撮影のお仕事だったんですよね。その撮影のお仕事が次々とキャンセルになって、ちょっと収入がなくなっちゃったよってこと、まあ、これだから証明は簡単だと思います。お勤め先から勤め止めといいますかね、雇い止めがあったことが分かる LINE の画面とかスクリーンショットがあればいいと思いますんでね。それからね、先月とか先々月まではまあ仕事があったよとか、去年はちゃんと仕事がありましたよって、この比較できるものがあるといいと思います。そこにまあ手書きで説明文を加えれば十分かと思いますよね。で、まあ、担当者次第っていうところもあるんですけども、まあ、緊急小口資金っていうのをね、まずはお願いして、5月まで様子を見た上で必要であればさらに総合支援資金を申請するということがいいんではないかなっていうふうに勧められました。でもですんでね、20万円を受け取った後にその後の生活もありますから、じゃあ次はこういうのはどうですかっていうふうに、まあ、本当にね、いわゆる紙対応をされたということでございました。で、肝心の緊急小口資金なんですけども、まあ、1週間ほどで20万円の入金を確認したということで、結構早いという印象ですよね。だから面談というか相談に行って1週間後には出たってことなんで、なかなか手間いらずで書類も少ないですしね、簡単な面談だけだと思います。まあその分、結構今の時期っていうのは相談が殺到していると思いますので、まあ、予約を取ることをお勧めするかなっていうところですよね。で、この緊急小口資金っていうのは貸し付けではなくって、今のところ貸し付けですんで、今のところは返済する必要があるんですよね。ですから20万円が返せないなーっていうことでしたら、ちょっとね、考え物なんですけども、このままずるずる仕事がなくなって本当に行き詰まるよりも、まあ、やっぱり手元にね、融資とはいえどもまとまった資金を持っておくのは非常に大事だと思いますんで、私はね、取得することをお勧めします。で、20万円あったら割とモチベーションも上がるんで、なんか塞ぎ込んだ気持ちがね、明るくなると思うんですよ。その気持ち、人は非常に大事なんで、気持ちがね、沈んでしまうともう行動もできないですけども、ちょっとした光明が見れば、そして手続きが完了して、あ、本当にいただけるんだってことが上がれば、次の制度の利用もね、前向きになれると思うんで、その辺を利用したらいかがかなと思っております。それではね、投稿いただいた方本当ありがとうございます。その他にも投稿いただいた方からの匿名でオープンにしてもいいよってものがありましたら、どんどん紹介させていただきますね。では失礼します。